簡易ごまドレッシングかけます。ラー油ね。どうも、コクつぶしです。今回ですね、私もピリオドの向こうに行きそうということでですね、ビジネスピリオドレシピをやっていきたいと思います。ということで今回はこちらの白菜ってですね、白菜今安いじゃないですか。安い白菜を使って最高に美味しいですね、無限白菜サラダ。なんとですね、この白菜生が美味しいんですよ。最高に生が美味しいこの白菜サラダ作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介です。まず白菜、これね1キロあるんですよ。 250g しか使わないんで 250g にこれから切ります。そしてかつお節です。あと調味料は概要欄に書いてある。すごい簡単なレシピなんで、みんなも一緒にやってみようよ。無限白菜サラダっていうのを作るにあたって、まあやっぱり無限に己を高めていきたいと。じゃあ己を高めるために、まあいろいろあると思うんですけど、僕の高まり方はこれだっていうのをちょっと皆さんに説明したいと。特上対面いきます。このサラダね、酒飲めんのよ。僕はちょっと水ちょっとこぼしちゃった、こぼしちゃった。はい、こぼす前にいただきます。うわあ、対面は水割りだな。ということでやっていきます。じゃあね、サラダにするための切り方を教えていきますね。まずこの根っこの部分ね、根っこの部分こう切り落としてください。で、芯の部分はね、こうやって縦に切っちゃう。こうすると繊維に沿って切るので、非常にねシャキッとした食感が生まれるんですね。なるべく細切りにしていただいて、はい。で、これはこれですごく美味しそうになりましたね。で、こいつらです。問題はこれね、半分に分けてください。まあ繊維に逆らって切る、これぶった切る。こっちの白菜はですね、繊維をぶった切ってることでドレッシング絡んだ時にかなりね、こう柔らかくなるんですね。だからシャキッとした部分と柔らかいところのコントラストが生まれるんです。なんでサラダにした時にこの切り方が非常に美味しくなる。はい、オッケー。そしたらこれどうするかっていうと、すべてをボウルに移す、この作業をしてください、ね、白菜ってサラダにするにはめちゃくちゃ水気がありすぎるんですよ。水気がありすぎるとどうなるかっていうと、ドレッシングをかけた時にドレッシングの塩分でビシャビシャになっちゃうんですよ。なんでここで白菜をサラダにするための魔法をかけます。はい、それがこの鰹節でございます。鰹節をまずこれね、たっぷりの鰹節、これを白菜に絡ませる、ね、こうすることによる旨味と香りがこの白菜につきますし、この白菜の余分な水分っていうのをこの鰹節が吸ってくれるんですね。で、これでサラダ野菜は完璧です。はい、次はドレッシングいきたいと思います。ドレッシングはもう結構ね、簡易的な感じが、すりごまですね。すりごま大さじ2杯入れてください。そしてここに3倍濃縮のめんつゆですね。はい、僕は山さな昆布つゆ使ってます。はい、大さじ。はい、そしてここにマヨネーズ、じゃあ大さじね、大さじ1とね、いっちゃう。はい、いっちゃう。そしてここにちょっとね甘みを加えた方がいいんで、お砂糖を1つまみこれ入れていただくと、このドレッシングに深みと説得力が増します。このね、白菜をサラダにする手法をね、みんな覚えてほしい。そしたらこれで簡易ごまドレッシングね、完成でございます。はい、はい、じゃあこれ持っていきます。野菜持っていきます。まあもう野菜はね、こんな感じでもう自由に持ってしまえばいいのよ。翼があるんだから、私たちには。そうしましたらここに全部混ぜしたこの簡易ごまドレッシングかけます。はい、足んないなと思った方もっと作ってくださいドレッシング。そしてですね、このネギちょっとまあパラッと、まあ、彩り程度でございますね。緑があったわ、ね、で最後ですよ、これラー油ね。はい、かけていただいて、はい、
無限に酒が飲める無限白酒完成です。はい、ということでできました。いただきます。ああじゃあちょっと取りましょうね。じゃあいただきたい、いただきます。やば、うまっ。草に絡まった鰹節が非常にいい旨味を与えてくれてます。簡易的なドレッシングをかけてるんだけど、鰹節の方がすごい深い味がする。芯の部分縦切りにしたとこがすっごいみずみずしくて美味しい。これはうまいわ。ここら辺で味変カンフジェネーションいきたいと思います。さらに酒が飲める柚子胡椒なんじゃないかなと私は思ったんですよ。少しずつ絡めて、うん、あーうまい。柚子胡椒のふわっとした爽やかさがめちゃめちゃうまい。ということで、はい、来てください。いただきます。乾杯。いただきます。やってくれ。うーん、うめえ。うめえべ。白菜生で食ったことある？ない。ないっしょ、うん、ドレッシングめっちゃうまいんだけど。めちゃうまいっしょ。鰹節と一緒に全体絡むのよ。味がしっかりしててすげえいいっしょ。めっちゃうまい。切り方もちょっと違うじゃないですか。うん、歯ごたえも面白いですね。この歯ごたえの違い分かる？うん、分かる分かる。縦のやつと横のやつ全然違くない？全然違う。これがね、結構楽しいね。うん、すごいなんかアクセントになるというか。結構調べたんだけど、白菜って生で食べられるのに生で食べるレシピがほとんど出回ってないの。これ食ったら、サラダで食べたいっていう絶対なると思う。めっちゃうまい、マジで。生の白菜を食べるってやり方みんな覚えてほしいな。ということで皆さん、ぜひ白菜の真の凄さを見ていってください。やっぱね、上でやっぱ無限に人って人それぞれあとなんか邪魔ですね。これね、内側から使っていくと非常にね、切っていきたいと、思います。洗ってくださいね。でもね、洗ってから切りましょう。こうすると繊維沿って切るので、芯の部分はね、切り落として、こっちはね、繊維が今もうこっちの白菜はですね、繊維をぶった切ってることで、ドレッシング絡んだ時にかなりね、こう柔らかくなるんですね。